岡田博は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、厚生労働大臣政務官、内閣府副大臣、復興副大臣、水戸市長、茨城県議会議員を務めた、茨城県水戸市生まれ、茨城県立水戸商業高等学校、立命館大学産業社会学部卒業、大学卒業後、岩上太鼓、岩上二郎両参議院議員の秘書を務める、 1986年、茨城県議会議員選挙に出馬し、初当選。1993年、2期目の任期途中、佐川和信の茨城県知事選出馬に伴う、辞職により実施された水戸市長選挙に、県議を辞職して出馬し、当選。水戸市長を3期10年間務めた。2003年、水戸市長を3期目の任期途中で辞職。九の爪数の死去に伴う、 茨城県選挙区補欠選挙に自由民主党公認で出馬し当選。2004年の第20回参議院議員通常選挙で再選。2005年厚生労働大臣政務官に就任。2009年引退する山口武平の公認として自民党茨城県連会長に就任した。2010年第22回参議院議員通常選挙で参選。 2013年9月、内閣府副大臣兼復興副大臣に就任。同年10月、自民党茨城県連会長を任期途中で辞任。2016年、第24回参議院議員通常選挙で4選。2019年、参議院憲法審査会会長会長に就任。ありがとうございます。